て綺麗な娘を囲まれた。ところがね、このお妾が美しければ美しいほど面白くないのはモンタムックの奥様ですよね。嫉妬のあまり随分この若いお妾にね、意地悪をなさったそうでございましてね、若い娘のこととうとうその意地悪に耐えかねましてね、この人吉の真ん中を流れる熊川、これは日本三大急の人でね、とっても流れが速いんですけれども、この熊川に身を投げてね、亡くなったそうでございます。ところがその身は流れても恨みは残ったんですね。夜な夜な現れたそうでございましてね、幽霊になった。これはどうにかならんだろうか。奥様ね、とうとうこの英国寺の実定者さんを頼ってね、この英国寺に駆け込まれた。和尚様とお会いをしましてね、いろいろお話をしておりますうちにすっかり日が暮れて夜になってしまった。で、多分池が見えるね、一番奥のお部屋でお話を伺ってらっしゃったんでしょう。お話の合間にふっと真っ暗になった池の方をご覧になりますとね、向こうに白いものがふわっと浮かんでかけてきたんですね。奥様それ見つけられてキャーッと言って腰にかかれましたけれども、さすがは実定和尚様、肝が座っていらっしゃる。だってね、話しかけられまして、今話は聞いた。お前も若いのに不倫なことだった、かわいそうなことだったけれど、今話に聞くとお前は生前大層な美人だったそうだから、一つその姿を描かせてくれと言うてね、書かれたのがこの幽霊の掛け軸だそうでございます。書き上がった掛け軸、さあご覧と見せられますとね、幽霊さん亡くなってからもうお化粧直しをすることもない、鏡を見ることがない、まだ自分は生きてる時の美しい姿かと思ったら、ご覧の通り今世にも恐ろしい姿に変わってしまって、びっくりしましてね、お嬢様こんな醜い姿いつまでもこの世にさらしとうございません、どうぞ私を成仏させてくださいませと実定お嬢様にお願いをいたしましてね、実定お嬢様からカーッと引導を渡していただいてね、成仏したということで、それから現れなくなったそうでございます。